お待ちしておりました。早速ですが、ご主人様が首を長くしてお待ちしています。こちらにどうぞ。いかがいたしましたか？失礼します。はじめまして、私が当エンパイアクラブのメイド秘書です。以後お見知りおきを。すみません、あなたのおじさん、つまり私のご主人さんは。また高飛びか。会って間もないあなたにこういうことを言うのも失礼かとは思いますが、あなた騙されました。そろそろ状況を説明しても構いませんか？始まりはいつものおじの思いつきでした。はい、そうなりますね。具体的にはメイドたちの作る料理、メイドたちが踊るダンスなどでしょうか。この絶望的な状況から再建を成功させ、尽力し、あがき、そういったことに価値を見出すのでしょうか。は？何をかっこつけてるんですか？ただの金持ちの道楽です。現状のエンパイアクラブは少しでも借金を返済するためにすべての施設を売り払っており、まっさらな状態です。当然施設がないので経営もできず、現在は開店準備状態。先ほど説明した通り、3人のメイド以外は従業員がゼロ。あなたそうですね、もう私のご主人様でしょうか。ご主人様には今から様々な試練に立ち向かってもらいます。経営に必要なメイドを集め、そのメイドを理想のメイドに育て上げ、一人前のメイドとする。施設を建設し、設備を充実させ、理想のエンパイアクラブを作り上げる。そして借金の返済のため資産家たちの様々なオーダーに応える。羅列すると膨大に感じますが、一つ一つ乗り越えていきましょう。メイドたちと一緒に。以後何か疑問がありましたら、何のこと敬語はやめにしましょう。私は何でも構いませんが、他のメイドに示しがつかないのでは？不可能です。あなたのサインが書かれた契約書をお読みください。残念ですが、もう逃げ道はありません。これからよろしくお願いいたします。今後の経営方針展開につき、まず何よりは